芸能界の人でひとりさんに会いたいって人いっぱいいるんだよ。俺が会いたいって言ったこと一回もないんだよ。日本で一番だっていう事業家の人がいてね、よちよちテレビ出て名前は言えないんだけど、その人がね、ひとりさんのファンなんだって言ったの。感謝してます。こんにちは、マルカンアプリです。しっかり勉強して努力もしていて、しかも優しい、それは大切なことですが、しかしそれだけでは成功できないとひとりさんは言います。成功するにはあと一つとても大切な要素があります。この要素について、とかく日本人はいいイメージを持っていないよう、できるだけ持たないように見せないようにしてきたので、いざ必要な時にそれを使うことができません。今回は成功するために絶対に必要なある条件についてのお話です。このお話を聞いて正しく活用できれば、あなたの人生は大きく変わります。これまであと一歩が届かなかった人や、楽しい気持ちを持ち続けることが難しいと思っている人、心のどこかに劣等感を持っている人の価値観を大きく覆すお話です。このお話がきっとあなたの人生に役立ちます。ぜひ最後までしっかり聞いて、問題解決やさらなる飛躍のヒントにしてください。うちのお弟子さんに足りないものがあるんで、これを教えなきゃいけないんで、今からね、押し出しの話っていうのをします。押し出しが足りないんだよ。うちの人たちって勉強家だしね、優しいんだよね。だけど押し出しがないので、押し出しって聞いたことありますかって言ったら、相撲のあれそれぐらい知らないので、押し出しってね、昔から俺一生懸命喋ってんだけど難しいの、押し出しを説明するのは。押し出しってね、相手に負けないように押し出すんだよとか、いろんな証言使うんだけど、ここの人って精神論が好きだから、心の問題だと思っちゃう。わかるかな。で、押し出しというのは心だけじゃないの。例えば真由美ちゃんがクラス会行くとするじゃない。まあもちろん呼ばれないとは思うけど呼ばれまあねクラス会呼ばれて、行くとすると、そこにまあ昔から嫌な同級生とかいるとするよね。嫌な同級生とかで、嫌なやつってのはまたずっと嫌なやつなんだよもう杉の木がずっと杉の木みたいで、でそこへ真由美が行くじゃないですか。意地悪な上に勉強ができるとかいるんだよね、それでいい大学行ってるとかと、真由美ちゃんはいろんな面で勝てないんだよね。例えばよ、例えばの話。そうすると真由美ちゃんはシャネルのバッグを持っていくとするじゃない。 OK?シャネルのバッグでカツンとこうやっつけられるんだよな。わかる。だから押し出しっていうのは道具使っていいの。それでない場合は借りてってもいいのそう、ともかくね、勝てばいいの。だから押し出すっていうのはね、勝ちを取りに行くの。これがね、すごく少ないんだよね。簡単なこと言うとね、偽物でもいいの。本物じゃなくてもいい。よく偽物を持つと偽物の人間になっちゃうとか、古物買うと古い人間になっちゃうとか、そういうことばっかし言ってからやられるの。
織田信長ってね、いろんな国に押し出していったの、天下取るために。ところが最初のうちは兵隊が少ないから、斎藤道山のところの、あれ婿だからね、婿っていうより嫁さんもらってるから、斎藤道山から兵隊を借りるので、借りた兵隊で攻めていくの。借り物だっていいの、問題はこの一戦に勝つことなの。わかるかい？偽物じゃいけないとか言って、自分がね1000人で砦で守ってると、ちょっと5000人攻めてくるとするじゃない。まずいから旗3倍ぐらい出して藁人形置こうが何しようが3000人に見せないとしょうがないんだよね。だからよくそんなことして後で分かったらみっともないって、後は後の勝負なの問題は今勝つので、次は次の勝つことを考えればいいの。 OK ですか？それでこの大切な押し出しをしちゃいけないって育てられてんので、育てたお母さんお父さんは成功してないのでそれを教えたおじいちゃんおばあちゃんも成功してないの。人ってのはね、押し出さなきゃいけないので、勝ちを取りに行くもんなの。押し出すってのはね、よく心の世界で、宗教がそうだよね、心の問題ですとか、そういうことはいけませんっていうじゃない。いけないっつってる仏教を広めるために一番最初にやったのが奈良の大仏を作ったんだよ。あれ押し出しだよなそうだよ、浅草の観音様ってね、なんか本体すごいちっちゃいらしいので、本体がちっちゃいから上ももこんなもんでいいでしょっつったら、それじゃ盛り上がんないんだよ押し出せないんだよ。わかるかい？押し出しちゃいけないってところ本部行ってみな。絶対押し出してくから本当だよ。バチカンなんか行ってみな。キリスト教のところってすごい寺院が建ってんだよ。どこの宗教団体だって行くとすごいのが建ってんだよ。で、押し出しが大切だって自分たちは知ってんだよ。人にやるなっつってるので、言うこと聞いてると大変なことになっちゃうよ。わかるかい？杉間ちゃんにもね、今日いろんな話したほかに、押し出さなきゃダメだよって。で、なんで何を言いたいのかっていうと、今日一生懸命勉強したよね、いいこと聞いたよね、ほとんどの人は何もやらないの。聞いて勉強になったつもりでいるの、押し出す気がないので、人生を押し出されて生きてるの。わかる？いつもやられて生きてんの。で、暗そうな顔してんの。わかる？で、人間ってやられるために生まれてきたんじゃないんだよ。で、そのいつもやられてて辛そうな顔してる人に限って幸せですっていう嘘つけって幸せな顔がそんな顔してるわけがないんだよ。うちの社長やなんかもう来た時もうね、普通の人だったの。それに押し出せ押し出せって、恵美子さんでも花江ちゃんでいきなりこうなったんじゃないんだよ時間かけてこうなったんだからただ俺は子供の時から押し出しが大切だってね、知ってたの。 OK？お城ってあるじゃない。お城ってあるだろ。で、よくいろんなところに何とか城跡ってこうあるじゃない。あれほとんど砦なんだよ。木で柵して周り泥積み上げて、で、お城が今みたい格好して天守閣があってっていうのは、戦国時代も終わり頃な作ったもんなんだよ。で、織田信長やなんかがこう山じゃなくて陸地に掘り作ってお城作るんだよ。
で天守閣作る。そうするとこっちの国とこっちの国の間にちっちゃいとこいっぱいあるんだよと。戦争っていきなり戦争しないんだよ。戦争が始まる前にだんだんやりそうなムードが出てくるんだよ。そうそうそう。そうするとここら辺の真ん中にいる人はどっち行こうかなって思うんだよ。そうすると子供が生まれたとか、一番いいのは葬式。葬式って勝手に行っていいの？結婚式は呼ばれない人行っちゃいけないの？葬式は行っていいの？あの香典持ってきましたってあの OK なの？ OK OK 言ってること。そしたらその時に片っぽのお城は天守閣がついててすごくて、でこっちの方はすごいこうささやかな城だとすると、両方を見てきて殿様にこっちがいいですって言うんだよと。ここら辺の人はこっち行っちゃうんだよ。 OK？ そうするとあそこ一人だけになっちゃうんだよ。そうするとあそこはねやめようってなっちゃう。無理だから。だから押し出しをちゃんとやってあげると人が死なずに済むんだよ。 OK？ だから押し出しっているの。なんでかっていうと戦は兵隊が戦うと思ってる人がいる。国家総力戦つってどのぐらい国にお金があるかな。で日本の兵隊って実は世界で一番、まあ、一番グルカン兵とかってよく言うんだけど、日本の兵隊っていうのは世界の一に争うほど強かったの。だからアメリカで戦っても勝てると思ったの。ところが国力が違う。どのぐらい違うかというと、日本のゼロ戦って本当に性能が良かったの。ただ問題は1機作る間に向こうは20機作れるんだよ。ってことはこっちは10機作った時は向こうは200機になっちゃうんだよ。終わってるか。だから長引くとえらいことになっちゃう。わかるかい？1000機作った時は向こうは2万機持ってるってことになっちゃうんだよ。性能がいいとか悪いとかって言ったら話じゃないんだよね。でお城は難点があるんだよ。持っていけないんだよ。持っていけないんだよお城って。そう、例えば秀吉がね広島の方毛利攻めって広島の方へなんか攻めていくとお城のすごいのがあるんだけど持っていけないわけ。その時に金の茶室を作ったんだよ。金で茶室を作って、それがこう壊れるようになってんだよ。で組み立てられるんだよ。分かった。それであの頃はお茶が流行ってたから来るとお茶に招くんだよと。金の茶釜で金のやつでそれを見せるとびっくりするんだよ。で大体びっくりしたら負けだからな。あのインディアンでもなんでもこういうやって、ああんだろ、あれ出会った時にびっくりした方が負けることになってるね。人間驚いたら負けなんだよ。わかるかい？でね、伊達政宗っていうのはここに三日月のこういうのくっついてんだよ。であれ役に立たないんだよ。だけどびっくりさせるのにいるんだ。でちなみにあれはね、あの金のがついてるけど、あれ切り抜きでできてる。だってあれ本物だと重くてしょうがないもん。わかるかい？で、あの切り抜きもなおかつぶつかると取れるよねって、取り外し式なの。じゃないとあんなもんで逃げててさ、機関なんかでぶつかる、首折れてさ終わっちゃうやん。ただ問題は偽物でも本物に見えなきゃダメなんだよ。だから前よく俺がロレックスしなよとか何しなよって言ってたの。した人が随分いるの。押し出す気がないからしてるだけなの。押し出す気がないと何してもダメなんだよ。押し出しって押し出す気がないとダメなんだよ。 OK？ どんないいもの着ても着てるだけなんだよ。押し出そうと思うと
同じ T シャツ買うんでもどれが押し出せるだろうか、わかる？で、なぜね、みんな押し出したがらないのかっていうと、わけがあるんだよ。で、ここまでは本当は教えたくないんだけど本当にね、あのね、女の人、自分を弱くて小さな女ですって見せようとする努力するの。弱くて小さな、だから誰か守ってくださいってやりたがるの。ただそれが無理なのは自分の顔を鏡で5分見つめてください。うちのファンクラブね、新小屋にある、そこに来る女の子ね、いい子なんだけど、いろんなとこ行くとね、いじめられちゃう、それでね、可愛い子なんだけど、行くと私は弱くて小さな女ですってふりをするの。男には人気があるんだよ。ところがその技を使ってるお姉さんたちがいるんだよわかる？すでにそこへ急に出てきて、もっとうまくやっちゃうといじめられるんだよ。わかるか？それで私は弱くて小さい女ですってふりしてうまくいく人って稀にいるの。25ぐらいまででうまく結婚できてね、守ってって言ってうまくいくの。ところがここに来る人はうまくいかないよなんかがっかり出して悪いけど行かない。神の怒りに触れるよなぜかというと、ここに来る人っていうのは、うちでお店やってるじゃない、お客さんって女だから、弱くて小さい女を演じてくるんだよ。OK？ でそこで迎える人まで私も弱くて小さいよね、それじゃお話にならないんで。宝塚でも必ず男役が人気があるんだよ。それを宝塚であんだけ人気があったのが、引退してテレビやなんかに出てくるとみんな全滅ぐらいしちゃうんだよ。なぜかっていうと、すぐフリフリかなんかつけて女になろうとする。無理があるんだよ。男役に選ばれること自体そんなの似合わねえんだよ。わかるかい？うちに来て勉強する人ってのは人を助ける人なんだよ。わかるかい？それが弱くて助けてほしいのってやってると、世間も見放すし神も見放すんだよ。OK ですか？あの、みっちゃん先生がいつも指輪と時計とかしてるんだよね。それが一回ね、忘れてっちゃったの。旅行行くのに。そしたら、お客で行ってんのに舐められてんだよ。女中さんに。お客で行ってんだよ。で、次の朝指輪なんかしてったら見る目が変わったんだよ。これ、お客さんって見てるんだよ。あのね、弱そうにして誰か私を助けてくださいみたいな言い方で物進めると、よっぽど自信がなく見えるんだよ。わかるかい？じゃあ押し出しって押し出すじゃない。私はあんたよりすごいんだってふわっと押し出すんだよ。押し出してて優しいんだよ。押し出してて、押し出すやつはエバルから嫌われるんだよ。
押し出しといて思いやりがあるの。あのね、優しいとかいい人だっていくらでもいる。田舎行くとみんな優しいぐらい優しい。ただ押し出しがねえから嫁が来ないんだよ。暴走族に彼女がいるのに、真面目に働いてる人に彼女もできないんだよ。真面目な人ほど押し出さなきゃダメなんだよ。でね、男っていうのは自分を強くて大きい人間に見せたがるんだよ。でそれが手っ取り早いのが一番いいのは、あの自分より下の人間に威張るんだよ。だから男に威張るのやめろっていう。大体自分より弱いやつに威張ってるって小さいんだよ。かっこ悪いよな。大きい男が部下叱るんでも、ちょっとおいでとかっていいこと教えてやるからとか、恥かかせないように怒るもんだよな。それが大きい男なんだよ。だから小さいやつが出世すると小せえなーって出世小せえなーってことになっちゃうんだよ。わかるかい。だから俺たち何言いたいのかって言ったら、俺たちは押し出さなきゃダメなんだよ、ね、なんでかっていうと、よくひとりさんからこういうことを教わって、笑顔でいるといいよとか、ついてるって言ってるといいよとか、天国言葉っていいよって、当たり前なことを教えても聞いてもらえないんですって。押し出しが足んねえんだよ。押し出してって顔が押し出し顔になるんだよ。いや、押し出し顔と押され顔ってあんだよ。だから顔を見ると出世するかどうかすぐ分かるっていうのは、分かるかい。分かったかい。あのね、押し出すの千利休じゃないけど、秀吉は天下平定したかったんだよ。分かるかい。だから金の茶釜作ったりなんかするんだよ。千利休がわびさびの世界にそんなもん持ち込んでどうのこうって、こっちは命がけで戦ってんだよ。お茶かき回して生きてるのとわけ違うんだよ。戦国時代っていうのは首が飛ぶんだよ。 OK ですか。だから俺たちは押し出さなきゃいけないので、俺たちって人をいじめないんだよ。優しいんだよ。よく勉強するんだよ。そういう人間が押し出されちゃいけないの。わかるかい。正しきものは勝たなくちゃならないの。負けちゃダメなの。関ヶ原の戦いの時にね、西軍側の島津が、徳川方は着いたばっかりで疲れてるから、今ね夜襲をかければ絶対勝てるって言ったの。したらね、正義は必ず勝つから明日正々堂々と戦うって負けたんだよ。その時島津の殿様が言ったのね、負ければ正義は死に申すって言ったんだよ。本当なの。俺たちは一生懸命働いて生きてんだよ。それが人に押し出されてなんかね、あのみんな覚えてきて、押し出されて幸せなんてないんだよ。分かった。いつも100負けるんだったらバックだけでも勝つの。分かる。何でもいいから勝つの。釈迦いるじゃん。もし釈迦が出てきて俺に何か言ったとするじゃん。そう、本当に立派なことも言って信者の数も多いと思うの。俺ズバリ言うの、あんた彼女何人いる？そうそう、もうここにいる女性、もし表で負けそうになったら、私の彼氏斉藤ひとりさんだからああ言ったどこでもともかく勝っちゃいいんだからそうそうそう、いや男はまずいな分かったかい。ともかくね、勝ちを取りに行くんだよ。意外、努力してどうのこうのって前に、ウサギとカメの話も、カメは水泳に持ち込めや絶対勝てたんだよ。カメが競争をした時点で負けなんだよ。だいたい競争の
途中に寝るやつなんかいないぞ。それより自分の勝てるもんに持ち込むの、それでともかく勝つの、わかる？あの俺二十歳頃から羽織とか袴着て、あの帝国ホテルやなんかでセンスで顔を仰ぎながら女のいい女3人ぐらい連れてお茶飲んでたんだよ。いいでしょ、不届きだったでしょ。そしたらね、歌舞伎役者ですかって言われたの。歌舞伎役者と一緒にされちゃ迷惑なの。わかる？花江ちゃんは、花江ちゃん松田聖子好きなんだけど、松田聖子が来て、あ、松田聖子っつったら負けなんだよ。わかるか？チラッと見て、いい女はスッと行っちゃう。その向こうが、今日いい女に会ったよ。わかるかい？負けちゃダメなの。前ね、あの帝国ホテルね、なんかで食事行った時にね、外人が乗り合わせてた。それでその外人にね、いや俺のお弟子さん俺が英語ができないと思ってんの。でところが俺がね英語で話しかけたの。 ABCD EFG え、ケンタッキーフライドチキンとか知ってる英語全部、そうそう、そしたら急に俺が英語を喋り出したからびっくり。押し出しってのは何ですかって言った時、日本人はアメリカ人よりなんか負けるような気がするから英語ができないと恥ずかしいと思うんだよ。外人は英語なんか喋らないで平気で来るんだよね。で、日本語喋れなくてもね。だけど外国に行って俺が日本人だと分かると、外人ってあいうえをかきくけことか言うんだよ。本当にカツ丼とか言われた人は嬉しいんだって言ってんだ。そうだよ、知ってる日本語全部並べるだけで嬉しいんだよ。分かる？だから日本人はできないことを恥ずかしいと思うんだよ。向こうが習ってくれへんだよ、こっちに来るやん。 ABCD？ 知っちゃうよ。お分かりたい？意外分かるかい？勝つために押し出すの。それで何でもいいの、1個勝つの、わかるかい？1個勝って帰ってくるの。そしたら明日はもう1個コツコツ考えるので、勝ちに行くの。だから変な話、あの極端なこと言うとさ、みんなで全国で同じものを売ってんだよな、わかるかい？で売れる人もいて売れない人もいるんだけど、問題は押し出されてる人って幸せじゃないんだよ。わかるかい？で親に目立っちゃいけない目立っちゃいけないって育てられてんだよね。それ親が目立たなきゃいいだろうって、なんで人にまで言うんだよ。わかる？こっちは押し出すの。わかる？あの芸能界の人でひとりさんに会いたいって人いっぱいいるんだよ。俺が会いたいって言ったこと一回もないんだよ。この前ね、あの日本で一番だっていう事業家の人がいてね、よちよちテレビ出て名前は言えないんだけど、その人がね、ひとりさんのファンなんだって言ったの。あのね、ここみんな俺が好きなんだよな、いいか、その人に会って俺が負けたら全部俺についてきた人が負けたのと同じになっちゃうんだよ、うん、いつも10人で話すときは俺10人に負けないだけのパワー出すんだよ。今日は何人、今日1500人って言ったら1人で1500人に負けないだけのパワー出すんだよ。もし1500人でどうしようって
ってたら、来た人は困るんだよ。要するに困るって飛行機代までかけて会いに来てね、震えてる一人さん見たってしょうがないだろ。わかるな、押し出すの ABCD ですよ。こんだけ喋れば十分だよ。基礎は習ったんだから。それでね、押し出しをやってるとね、不思議なことが起きるの。あのね、バッグでも5回も借りていくと、中古でもいいから買おうかなって気になるの。いや本当にそんなもんなんだよ。それでそういうことをしてると、このままでは終わりたくない野心が生まれるんだよ。いいかい、押し出しの次には野心なんだよ。夢はほとんど叶わないんだよ。だって夢は見てるだけでいいんだもん。この前あのテレビ見てたらね、女性の野心家っていうのが出てたらね、松田聖子ちゃんが出て一番だったの。だけど当人は野心家だと思ってないんだよ。だって女優は綺麗なのが当然なの。50になったって30に見られたいのは当然なの。それは当たり前なんだよ。で、綺麗になりたいなって何にもしない人、これ夢見てんの。綺麗になりたいなってマッサージやなんかいろいろやってる人は野心家だって現実にそうなんだ。徳川家康とか秀吉とか野心家って言ったらね、そういうのが浮かぶ。織田信長と。だけど戦国時代の大名は天下を平定するのが仕事なの。やらないやつがおかしいの。だいたい女優なんだから綺麗にするのが当たり前なんだ。野心家もクソもないんだよ。押し出すと野心が生まれるんだよ。わかるかい？俺の野心は俺のもの。わかるかい？花江ちゃんと恵美子と違うんだよ。一人一人違うんだよ。野心とは野の心と書くんだよ。野の心は道がないんだよ。自分はどこ行くか決めるんだよ。私の目標は向こうな、一人ずつ違うんだよ。俺は牧場経営とか そういうことを考えてるんだよな。そうそうそうね。そう、だからそれは俺の夢なんだよ。だから俺は俺の夢の方に押し出すんだよ。 OK ですか。で、向かってくと楽しくて楽しくてしょうがないんだよ。それでもって振り返った時に自分が歩いたところに道ができるんだよ。成功の道は前にはないんだよ。歩いた後の道を言うんだよ。 OK。 もう一個いいことしたいか。今日喋りすぎだな俺な。いい？が、針麻酔って知ってる？針麻酔っていうのは、要はこういうとこ針刺すの。で、こう揺らすか微弱の電流をピッ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 ってやると、ここのところにものすごい弱い痛みを送ると、それが電車の線路みたいに走ってるわけだよ。OK？そこでこの神経のところのこっちの横のを切っちゃうとすると、この痛みは向こうに行けないんだよ。なんでかというと、変な話、電車なら電車がいっぱいになっちゃってるから、そこのところに入れないんだよ。わかる？これ神様が作った仕組みなんだよ。今の分かった？針麻酔のあれ、だから中国やなんかで針麻酔っつって麻酔かけずに、昔は麻酔が発明される前はそういうので麻酔の代わりにしてたんだよ。 OK？ で、何を言いたいんですかって言うと、俺が最初に楽しいですかって聞くのは最初に楽しいのを通しちゃう。で、楽しくてしょうがないと途中で仕事で辛いことがあろうが何しようが楽しさで消えちゃうんだよ。ところが最初に痛みとか苦しみをやると楽しみがあっても入れないんだよ。だからダイエーの社長が辞めるときにね、始めてから終わるまで楽しい日は一日もなかったって言ったんだよ。
で、なんでかっていうと、苦しみから始めちゃうと楽しいことがあってもまたああなるんじゃないかとか恐怖で動くようになるんだよ。だから楽しいかい楽しいかい、だから押し出しやるとみんな楽しくなる。この前清水っていうとこ、大阪行く時清水と清水サービスエリア行ったので、今年俺ヘビ見てねえなと思う。でヘビ見るとねすごくお金が入ってくるの。ヘビ見てねえなっつって行ったらね、車でダイジャって書いてオロチっていう車が飾ってあったの、うん、で、あ、オロチだって、うん、それでちょっとねヘビみたいな顔してんので、何人かに聞いたの。したらオロチって車知ってる人いっぱいいて全員が買うの反対したの。それで買うことに決定したんだけどそうそうそう、それでね白しかないんだけど金色にしてくれって、金色のゴールドオロチで、過去俺生まれてから一回だけしかね金色の車って見たことないの。それはね霊柩車だったの霊柩車、うん、そしたらねそれを金色にしてみんなに社長のところを送るからみんなでそれに負けないぐらいの格好をして写真を撮る。オッケー、もうねそれすごいので、もしそのオロチで負けたら俺もうちょっとお金かけて下がさっきからベロベロって出るようにしてダルルルもうねともかく何でも言ったら勝つの、正しきものは勝つの、分かったかい。はい、楽しいが先だよ、楽しいが先なの。だから車1個買うんだって笑えなきゃダメなの面白くなきゃダメなの。貸してあげたって面白くないもんしょうがないじゃん。だから面白くしなきゃダメだよ。あとは3つの人間しかいない、もう話終わるからねすぐね、いいか。人間っていうのは向上心があって、そうだ頑張ろう、自分も弱くて小さい女演出してたけど全然うまくいかないとそれより自分は押し出すんだ、わかるかい。そのうちねみんな特約やってる人はバッグ買ったりねいろんなの持ってて、自分とこのお客さんが負けそうになったらこれ持ってきなよとかやるんだよ。だってね特約さん自体が押されてんだったらそこの塾生さんかわいそうだよ、うん、ね。それでそうだやろうっつって向上心を持つ人、あと恐怖でしか動けない人、わかるかな。ラーメン屋で、客が来ねえからとか食っていけなくなっちゃうから頑張ろう、わかるかな。会社も行かねえとクビになっちゃうから、恐怖で動いてる人には神は絶対味方しないんだよ。神は恐怖が嫌いなんだよ。だから働けど働けどうまくいかない人っているじゃない。食っていっぱいなんです、食っていっぱいなんですって恐怖でやってんだよ。わかるかい？で、中には恐怖でもやらないやつがいるんだよ。蕎麦屋で味が悪くて来ないのに、この味を守るんだって。なんで守んなきゃいけない客が来ねえんだから帰ろよ。わかるかい？ねえ。それで、恐怖でも動けない人に対して退場というのが、だからあそこに蕎麦屋さんがあったのに今消えちゃったとか、わかるかい。俺たちは退場をさせられないようにしなきゃ。俺たち魂の向上に生まれてきてるんだよ、わかるかい。それも楽しく向上するんだよ。我慢したり泣きながら向上するんじゃないんだよ。だいたい不幸でどうやって向上するの、難しいよな。
あのね、押し出しって面白いよ。いつも会社でギャー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 言う先輩がいたらね、そういう言い方やめてください、魂傷つきますから、明日言ってやろうと思って10回ぐらい練習して行くと、押し出しに行ってんだよ。じゃないと押されて押されて会社辞めちゃう人とかいるんだよ。わかるかい？でまた次に行くとまたやられるんだよ。押し出しに行くんだよ。そういう言い方しないでくださいよ、魂傷つくから。わかる？部長がね、バカ野郎どうのこうのって思ったら、押されて、いや怒られんじゃねえか、部長に怒られると勇気が湧きます。毎日叱ってください、ね、いや怒られたらなんつって押し返すかなんだよ。わかるかい？ね、やられたらやられっぱなしじゃダメなんだよ。で押し返すと楽しいんだよ。わかるかい？俺も魂向上しに来たの。みんなも今日初めて分かったと思うけど、弱くて小さい女はここにはいないの。ここは助けられる人の集まりじゃないの、人を助けたい人の集まりなの。はい、どうもありがとうございました。ひとりさん、楽しくてためになるお話ありがとうございました。会場の皆様、今一度大きな拍手をお願いいたします。感謝してます。成功するには押し出しが必要です。押し出しと聞くと強引なイメージがあるかもしれません。しかしこの押し出しがないと誰かに勝つことはできません。押し出せないということは押し出される側になるということですから、どんどん負けが続きます。例えば自分より優秀に思える人やお金持ちだと思える人がいる場所に行くときに、丸腰で行けば気持ちが押し出されます。ひとりさんは押し出される人は幸せではないと言っています。私たち日本人は控えめであることを美徳とする意識を長く持っていたため、押し出すことに抵抗を感じる人もいるでしょう。しかし押し出しの弱い人は誰かに話を聞いてもらうことさえできないのです。誰かのためになる情報や何か商品の紹介をしようとしても、押し出しがないと相手はそれを信じてはくれません。それどころか悪くすると最初から話を聞こうともしてもらえません。それからプライベートで異性にアプローチをしても、押し出しの弱い人はうまくいかないもの。とにかく押し出しが弱いと仕事も人生もうまくいかないのです。押し出すことを否定したり恥ずかしいという人がいますが、その人たちをよく観察してください。そうすればそこに成功者がいないことに気づくはずです。押し出す方法はいくつかあります。まずは道具を使う方法です。負けそうな相手がいる場所にはブランドのバッグを持ったり、ハイクラスの宝石をつけていくと、その場に負けることはありません。バッグや宝石がないなら誰かに借りてください。それもダメなら偽物でも構いません。とにかく相手から押し出されないための武装をして出かけるのです。押し出す方法のもう一つはパワーを出すこと。自分より優秀に見える誰かや大勢の人に会うときは、相手の持つパワーに負けないエネルギーを出す。そうすれば押し出されることはありません。そうやって押し出していると、やがて野心が芽生えます。夢を持っても構いませんが、それが野心になれば実現します。綺麗になりたいというのは夢です。それでは今日も明日も変わることはありません。しかし野心を持って綺麗になるための化粧品を買い、ケアに通えば本当に綺麗になります。野心とは野の心ですから、そこに道はありません。一人一人が自分の道を進んでいけば、それが成功の道になります。それから何かをするときは、とにかく向上心を持って楽しくやるのが正解です。最初に楽しいがあれば、その先で辛いことがあっても楽しいことがベースになります。苦しいと思ってやっていることは、いつまで経っても苦しいまま。恐怖心から何かをやっても成功することはありません。食べていけなくなったらどうしようという恐怖心から仕事をしていたら、成功できない上にずっとその気持ちが続きます。
神様は恐怖心を嫌うので、そんな人の味方はしてくれないからです。もっと悪いのは、恐怖心を持ちながら動けない人です。このままではうまくいかないと怯えながら、行動を起こさずにいると、やがて勝負から退場させられます。それともう一つ、勝負するときは、自分が勝てる土俵に持ち込むことも大切です。ウサギとカメの競争は、陸上だからウサギの昼寝が勝負の鍵になりました。水の中なら、ウサギが昼寝しなくても間違いなくカメの勝ちです。成功者とは勝ち続ける人のこと。人生をうまく活かせたいなら、とにかく押し出しを強くして勝たねばなりません。押し出しを悪いもののように感じるとすれば、押し出しながら威張る人を連想しているのかもしれません。押し出しと優しさをセットにすれば、イメージは塗り替えられるでしょう。押し出すだけでもダメだし、優しいだけでもうまくいきません。押し出して優しくいれば必ず成功します。努力をして知識を深め、一生懸命やっているとしたら、それは正しい道です。正しいものは勝たなければなりません。そのために押し出しをしっかり使いましょう。私たちはみんな、神様から与えられた魂を持つ強い生き物です。本当は強いのに弱いふりをしていると、神様から見放されてしまいます。押し出しを強くして野心を持つのです。それは決して恥ずかしいことでも、下品なことでもありません。優しさと合わせて強くいることで、愛される成功者になります。そしてとにかく楽しい気持ちで何かに取り組むのが一番です。最初から最後までずっと楽しくて幸せ。これが私たちのあるべき姿なのです。強く優しく、楽しんでみんなで最高の人生を歩みたいですね。少しでもいいなと思ったら、応援の意味も込めて、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。あなたに、すべての良きことが雪崩のごとく起きます。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。感謝してます。